世の中の大抵のことは失敗するより成功する方が難しい。だから私は自殺ではなく自殺未遂を志すべきなのだよ。また傷が増えたな。増えたね。足は？不意の怪我をしないためにっていう本を歩きながら読んでいたら排水溝に落ちた。額は？豆腐の角で頭をぶつけて死ぬという自殺法を試した。アホ！そうだ、写真撮ろうよ、記念にさ。太宰、なぜ今写真なんだ？今撮っておかないと、我々がこうやって集まったという事実を残すものが何もなくなるような気がしたんだよ。なんとなくね。不当不屈の恐るべき手警視を倒し仲間を守ったというわけだね、芥川。全くもって素晴らしい。さすがは私の部下だ。使えない部下をこうする。次しくじったら2回殴って5発撃つ。オサの名前は柔道。彼自身が強力な異能者です。奴と戦ってはいけません。安吾と太宰と私は酒場に集い話をするようになった。それでも話すべき些細な事柄が途切れたことはなかった。何かに頼るんだ。この後に起こる何かいいことに期待するんだ。小説家になるということは人間が生きるということを真摯に知る必要がある。だから俺は殺しをやめた。生きる理由が見つかると思った。俺は小説家になりたかった。